和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。当地の達筆であります。このように高波落ちたる勢い凄ましく恐ろしい、なんと言わん方なし。これより今回は和歌山県有田郡湯浅町湯浅にある神泉寺、奈良時代行基により開かれたといいます。この寺の門前に大地震、津波、心への木なるものがあります。嘉永7年1854年6月14日夜八つ時下り、万一大地震ゆる時あらば火の用心をいたし、津波も寄せ岸と心得、必ず浜辺川筋へ行かず、神泉寺門前を東へ通り天神山へ立ち退くべしと書かれています。1854年安政元年、ここ和歌山県広川町では大津波の際に浜口御陵が稲村に火をつけることで早期に警報を発し、避難させたことにより村民の命を救い、被災地のより良い復興に尽力した稲村の火の逸話があまりにも有名であります。大地震、津波、心得の木。嘉永7年6月14日夜八つ時下り、大地震揺り出し、翌15日まで31、2度揺り、それより小地震、火として揺らざることなし。25日頃しばし揺りやみし、人心穏やかになりしに、同年11月4日晴天四つ時、大地震およそ半時ばかり、瓦落ち、柱ねじれたる家も多し、火口より来たるおびただしき狩りとも、この日もことなく暮れて、翌5日昼7つ時の府より強き地震にて、羊猿の方海なりこと3、4度見るうち、海の表山のごとく盛り上がり、津波というような高波打ち上げ、北側南原へ大木大石を逆巻き、家蔵船みじんに砕き、高波押し来たる勢いすざましく恐ろし、なんと言わん方なし。これより先地震を逃れんため浜へ逃げ、あるいは船に乗り、また北側南川筋へ逃げたる人の危うき目に遭い、歴史の人も少なからず、すでに150年前宝永4年の地震にも浜辺へ逃げて津波に死せ、人のあまたありと何聞き伝う人もまれまれになり、行くものなれば、この火を立て置き物そかし、また昔より伝えゆう井戸の水の減り、あるいは津波ありし印なれといえど、この折には井の水減りも濁りもせざりし、さすれば井の水の増減によらず、この後万一大地震ゆることあらば、火の用心をいたし、津波も寄せ岸と心得、必ず浜辺川筋へは行かず、神泉寺門前を東へ通り天神山へ立ち退くべし、えく一案書。以上であります。それではごゆっくりお楽しみください。大地震、津波、心得の木であります。大地震の様子をさなばらが伝えていると書いております。嘉永7年、これは安政元年のことであります。嘉永7年6月14日夜八つ時下り、大地震揺りです。翌15日そうです6月の翌日の6月15日3
31.2度ゆり、それより小地震ひとして揺らがざることなしということで書いております。その当時の地震の大地震の模様を書いています。筋へ身が行かず新泉寺門前を東に通り天神山に立ち退きべくと書かれております。ピーク一案、これはお坊さんの名前でありますがここに書いております。川筋へ逃げ行かず、これが大事であります。そしてこの新泉寺の門前を東へ通り天神にということで東であります。こちら熊野古街道のある東に立ち退け、そして天神山に逃げろと、このように伝える大地震の記念の津波心への寄避であります。このような構成にこのことを伝え、そして安政の大地震の時には皆この道を天神山の方に逃げたということであります。ここに書いております。立派な木もあります。それではちょっとだけ素晴らしい大きなお寺であります。雨が降っています。地蔵様もあのように黙しておられます。まさにここは極楽浄土の世界でありましょうか。そして上皇たちがここに休息そして宿泊所としたというのであれば納得がいくのであります。地蔵様も雨に打たれています。なんとも極楽浄土の世界でありましょうか。まるで熊野街道を見守るように東を向いておられます。新泉寺、素晴らしい庭であります。この立派な、本当に立派な庭造りであります。この岩の一つ一つが島、そして空間、そして時間、時空を表しているのでありましょうか。これは皆宇宙を表す、そう、庭の宇宙そのものであります。ということで、かなり門前の門扉は草も生え、かなり古寺のイメージが湧くのであります。おお、芭蕉が来たのか。春の夜は桜に明けてしまいけりということで、なるほど、芭蕉句碑があるのか。文久2年11月23日ということで、いや、これは知りませんでした。徘徊俳人芭蕉の句碑、なるほど。そしてこちら鎮守堂ということで、古い出立ちであります。そして向かいが観音堂ということで、こちらも祀っているのか、すごい、なるほど。観音様でありましょうか。観音堂であります。それでは雨がきつくなってきたのであります。そろそろ、それではこちらの向こう側が熊野古道の日のある場所であります。それでは新泉寺からさらに西の方に向かいたいと思います。西に向かうと海であります。広川町広のこの津波が押し寄せてきたという広堤防のある
湯浅町の広地区になります。本日は一本こちらの筋、馬の古道と書いておりますが、馬の街道はもう一本東の道だと思います。なるほど、おもちゃ博物館ということで、こんにちは。おもちゃ博物館ということで、湯浅おもちゃ博物館、こちらがその模様であります。このように湯浅の町、面白いのであります。猫か、猫がいます。こういったおもちゃ博物館湯浅町はこのようにして町おこしをしているのであります。和洋州浜屋と書いてあります。七の竹大東市。だんだん雨がきつくなってきたのであります。熊野古道、こうしたちょっとした旅が本当に懐かしいのであります。このような看板、これは今でいう看板が、古い看板を宣伝するため実はコレクションとして飾られているのではありません。これはもともとここにあったものがそのまま古くなったという、これが大事であります。好きな街並みであります。今のおやじ、こういった風景大好きであります。何か昔を彷彿とさせるように、子供の頃見た風景であります。こういった風景、雨の中こういった風景を少年時代見たことがあります。雨の中熊野古道を案内するという本日の番組、いかがでしょうか。これは本庄寺であります。本庄寺土土神地本願寺派の創建ということで、いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。